もうちょっと後ろだよ。バッティング的に後ろ。あ、これこれこれ。決まってます。ありがとうございます。あ、ぼやけた。マジでぼやけた。NG、NG。お疲れ様です。じゃあ今日はちょっとよろしくお願いいたします。何やらバーテンダーの手伝いをするす、ね。そうですね。人が足りないんで、はい、頑張ってもらいたいなと。初めての試みなんですけどね、僕。はい。うまくできるかどうか、やってみると思います。はい、ありますよ。あ、またドールのベストですね。来てください。ちょっと着てみますね。サイズは LL です。入るかな、スリーブなんですよね、普段俺。どうですか？どうですか？いつね。いらっしゃいませ。お飲み物は？ジントニック。ジントニック、じゃあお気をつけて。はい、少々お待ちください。こんな感じかね。いいでしょうか。はい、じゃあぜひね、ちょっとやってみたいなと。じゃあ始まります。はい、お願いします。どうぞ。あ、ちょっと待って。こんな感じになっちゃったんですけど、頼むよ、はい、よろしくお願いします。すげえな、グラス磨きからよ。あ、グラス磨きから、はい、わかりました。ここから始めていきたいんですね、これ。グラス磨きですか。グラス磨きはどれでやるんですか。これでやるんですか。はい、それで。あ、これでやってるんですか。これで、これでやるんですか。はい、洗剤はこれですね。これで、いらっしゃいませ。あ、これがまず見習いってことですね。このスポンジ磨きやすい。ぜひ皆さんのご自宅で。あ、ほら、あ、ほら、いけるかな。早速、すみません、チャイナ。チャイナって何なんですか、チャイナ。チャイナブルー。チャイナブルー。チャイナブルー。これ、パイナップルに。パイナップルに、それを、ちっちゃい方で、入れます。入れたわけですね、はい。で、え、あそこを止めつつ、はい、回して、はい、OK ですね。で、スピちゃんが持っていくと、はい、お待たせしました。押せばいいですか。いけます。はい、OK。 はい、はい、はい、これで全然入ってない。すいません。ありました。はい、いやいや、そうですね、ぼちぼちですね。はい、じゃあこれで、はい、もう大丈夫です。あ、もう大丈夫ですか。はい、すいません。 OK です。はい、ジントニックの完成です。はい、ジントニックの完成ですね。次、ヘネシーのロックですね。ヘネシーのロックグラスで、OK です。これでいいですか。違うんですかね。え、これでいいですか。アルコールをカメラがめちゃくちゃだな。いやいやいや、ちょっとこぼしちゃったね。ちょっとこぼしちゃったね。こうくない？そうですね。はい。これでいいですね。これこういうことですね。泡だらけなの。泡だらけなの。ちょっと待ってくださいね。すいません。入ったらですね、はい、ちょっと間違いない。はい、やってまいりました。はい、やってまいりました。どうでした、今日。今日はそうですね、バーカウント初めてやったんですけど、でもまあ、忙しいんだなと、お店側も大変だなと思いました、やっぱり。まあ、DJ も大事だけど、バーテンダーの大変さっていうか、バーテンダーがいるからこそ、そのクラブが成り立っているんだろうね。そうね、それはすごい伝わりましたね、やっぱり。こっちも、DJ 側も、やっぱり、なんていうんですか、その、ね、お客さんに、なんていう、お酒を買いに行ってもらうような流れっていうのも大事なんだなと。はい。うん、なんかこう、一体感っていうか、クラブとの一体感を、はい、もっと作っていかないといけないなっていうのは、すごい思いましたね。いい経験ですよね。そうですね。思った以上に疲れましたね。でもなんかこう、ね、お酒の知り方が分かったっていうのは自分にとってすごい大きかったなっていうのはありましたですね。まああともう一つあれですね。何ですか。なんですね。お客さんとのやっぱ絡みがやっぱできるっていうのは、ああ、でしょう、でしょう、なんて思ったんですね、やっぱり。でしょう。でもお客さんもバーカウンター越しやったら、そう、その絡みやすいし、うん、DJ ブースやったら、なんかね、
なんかもう気使っちゃうし、そうですね、なんかこうバカ音だったら、あ、スギちゃんみたいな、そうですね、話し上げられたりとかするんで、そうですね、うん、よかったなと思います、出会いがいろいろ、はい、そうですね、でもまたね、ちょっとやってみたいなと思いますね、そうですね、お願いします、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。いつもスピチューブ見てくれてありがとうな。これからもよろしく。